はい、どうもこんにちは、ケイです。はい、こんにちは、チチです。はい、はい、今日はですね、まあちょっともう作業終わったんですけれども、ぼかし肥料作っていこうかなということで、まあ友人と3人で、ぼかし肥料を、作ります。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、今回は、有機栽培でですね、こう肥料使いたいよって方向けの、まあ動画だと思います。まあ、ぼかし肥料といってですね、まあ飛行が強いものをある程度発酵させて、その飛行を和らげる、そういったものをぼかしと言いますけれども、今回これを作っていく、ということになります。で、今もう実際に作ったんですけれども、この後ろにあるのが300キロね。はい、で汗だらだら、はい炎天下10時から作業やって、今何時ですっけ、1時半、はい、3時間ちょっとかかりましたね。もう夏の3時間半の作業なんて冬の10時間の作業と匹敵するぐらい、いやそれ以上の労働だと思うんですけれども、どうでしたか？はい、楽しかったです最初の30分やる楽しいのは3時間半楽しめました。はい、まあ、楽しめました。あ、本当ですか？だから、うん、あの、ぼかし肥料の作り方ね、うんうん、友人のアドバイスを受けながらこんな感じになるんやねって、はい、そして今、うんうん、重量的には300キロの重量なんですけど、はい、あの容積的にはね、うん、500リッターの容器じゃないと500以上やっぱり容量的に入るんですよ。はいはい、それあのプラスね、100程度 の、 あの容器の大きさで、うん、発酵した時にあの資材が材料があの発酵の時点で飛ぶんですよね。うんうん、その空間が必要やろうと思って、うん、ちょうど500を準備したんで良かったです。ああ、なるほどですね。はい、このちょっとだから300キロ作る時に300の容器だったら多分空気とか入って溢れちゃうから、はい、そうですね、ちょっと大きめの容器で、これまた後で見せますけれども、かなりパンパンに入っております。まずは作ってる様子、まあ、見てください。それでは楽しんでどうぞ。500リッターの、ポリタンクに、うん、ぼかしの材料をちょっと作ります。はい、ぼかし材料ですね。はい、米ぬか、米ぬか、はい、そしてあとは、魚粉ですね。魚粉、はい、これ肥料用、20キロ2体。はい、これ魚粉ですか？魚粉です。660。はい、そしてあとはカリウム0。はい、これも、20キロ2体。20キロ2体。はい、で40キロか。はい、それを、攪拌、あの全部混ぜて攪拌しまして、はい、それに EM 菌で、うん、ぼかしをするという工法です。はい、わかりました。はい、量が多いんで、ミキサーで攪拌して、うん、その数量に合わせた状態で材料を入れて攪拌していきます。はい、それで、何分かつかにして、うん、材料を作って、そして、うん、あのポリタンクに入れるという工法です。はい、わかりました。 EM 菌、うん、EM 菌と EM 活性菌、だからあれをどんな人作るかね。これ何ですか？EM 菌ですね。メイクマン。いやいや、これは農協。え、こっちメイクマンって書いてある。こっちはメイクマン。あ、こっちはメイクマン。うん、EM1 と、うん、そしてサイエンス、はい、スーパー。はい。これ、1リッターズですかね。はい。これが EM 菌ですか？いや、両方 EM 菌です。一緒？一緒。まず一緒のもの。活性液を作るための EM1 を今使ってるんだよね。なるほど。うん、あ、じゃあ名前違うけど、どっちもほぼ一緒。ほぼ一緒かね。も入ってる。うんうん。入ってるけど。あ、なるほど。メインは一応これよね。それ活性液を作るのにこれを使う。なるほど。うん、EM 菌を活性させるために。はいはい。それを、EM の、EM じゃないね、バクテリアのね、餌となる、糖蜜に一応溶かすと。あ、わかりました。そしてこれを、増やすという効果ですね。はい、はい、わかりました。じゃあ、加算します。はい。ということで。はい、糖蜜と、2リッター。糖蜜2リッター。これ水っすか？雨水です。雨水？ちょっと濁ってるね。うん、大丈夫かな？大丈夫さ。バクテリアが発生させるじゃん。濁った方がいいんじゃないの？いや、濁った方がいいはないでしょ。ないね。何その。失礼しました。ちょっとトロトロだね。これいくらっすか？1リットル。ちょっと1000円程度。1000円程度？はい。で、2000円ぐらい入ってるの。はい、そうですね。なんかあれだね。壁面についてる。残りの糖蜜がもったいないね。ちょっとまだ水入れてから。貧乏精神の僕からすると。おお、入れ終わりました。はい、入れ終わりました。加工します。最後の一滴まで糖蜜を。EM の何から入れます？ EM 何の略ですか？ EM って
有用微生物。はい。2200円。これはいくらですか？これもそんなもんじゃないか。これは高いんじゃないか。はいはい。スーパーの方が。じゃあ交換しましょうね。じゃあちょっといくらか。いくらかな。書いてないね。これも2000円台以下でも同じような材料。はいはいはい。金は多分少ないはず。うん。よし、いい感じですね。今度はあれ、米ぬかとか魚粉とか油かすをミキサーで混ぜるっていうことですね。おお。おお。対1対1か。漏れて漏れそう。油かす、はい、もっと、あと500、あ、オッケーオッケー、はい、あ、100g 過ぎたな、あ、オッケーっす、はい、はい、油かすも 2.5、今米ぬかを 7.5 キロ入って、油かすが 2.5 キロ入りました、はい、で、その後に魚粉を2.5 キロまた追加します。これが1つ、1セット。そしてあとはこれは頭に巻けるんです。上に向ける。あかんわ。こんな感じ、うん、ちょっと触っていいですか。肉団子をちょっとより、うん、若干柔らかめ。はいはい、ね、これでまた発酵させるんですよね、うん、おはい、ここ場所はここでいいんですか、はい、おっと ここ、うん、ここからもうじゃあ動かさないってことだよね。はい、うん、なるほどね。はい、これをじゃあ16回やるんですね。頑張らないといけない時があるんです。男にはやらなければいけない時があるんです。今でしょう。ラス1です。もう出来上がってきました、もうそろそろですね、終わりそうです。めっちゃ暑いです。炎天下の中3時間、はい、頑張りましょう。はい、ではなんで？いや、真っ白にあれ見えるけど、あれ？どういうこと？いやいや、通常こう、あの木が発酵したら、市場木やったら真っ白になるわけよ。ああ。でも、感じやっぱりあるよ。発酵してるはずよ。うわ。若干違うよ。あ、はい。うんうんうん。もわもわもわっていう感じですね。はい。これ満タン入ってますか、皆さん。なんか、多分これ、今、日光で、この容器が熱くなってると思うんですけど、うん、ただなんか内側からなんか熱が来てる感じもあるね。発酵も始まってるんじゃないですか。まあ始まってるでしょうね、うん、はい、いやありがとうございます。はい、こんな感じです。皆さん、匂いはね、いい感じです。糖蜜の匂いですね。うん、全然臭くない、うん、はい、みんな見てください、内側をゆっくり。あ、これで肥料代が浮けばいいですけど、トータルいくらかかりましたっけ、材料代。2万近く。あ、2万円、うん、でも2万円で年間補えるんだったら、うん、すごい安いですよ。安いっすよね、うん、うん、じゃあありがとうございます。じゃあこの片付けっていうかしまう方法もちょっといいですか、お願いしても。この袋を上にかぶせて、まあ、空気になるべく触れないようにするっていう意味合い
空気との、遮断を行います。でもこれ2ヶ月間開けたらダメってことですよね。もうそのままで皆さん毎日毎日様子が気になって開けないようにしてくださいね。そしてあと光もですね、遮断ということでですね、きちんと遮光もしてください。でこの容器の上からまたブルーシートをかぶせて光と空気を遮断するっていうことですね。はい、いやーいいね。なんかあれだね、感覚的に近いのは漬物だね。米ぬかにねその野菜とかを混ぜてでちょっと寝かすっていうあれに近いね多分。ねこのこなんだろう、漬物も嫌気性発酵ですからね。でこれ最後木材で押さえてでまたもう一回ここから黒いシートで覆って光を遮断するっていうことですね。はい、ありがとうございます。疲れました？いやいや全然。いやいいぐらいじゃない？いいぐらい腹減った。いや、美味しくなるね。腹減ったはい、ということでいかがだったでしょうか。ぼかし肥料ですね、作ったということで、でまあこのアドバイスをいただいた友人、にですねこう作り方も教えてもらってレシピもですね、いろいろ教えてもらったんですけれども、一応元肥は、最初に牛糞堆肥、を土に入れて、作っておいて、で植え付け後ですね、追肥とか、そしてあとお礼越えとかそういったタイミングで、まあ、年間、まあそんな多くない量を、まあ、5、6回とかね、そういった感覚で、使っていく、肥料でですね、まあうちらの園地の広さだったらこれ 1回分作ったら1年賄えますか？1年賄えないと思いますよ。うちらは、うんうん、あと一つは液肥を使ってるんですね、うん、液肥の時には液肥プラス、うん、市販の酢を混ぜてね、うん、散布して虫除けもやってるんですけど、やっぱり頻度は1週間に一遍の頻度でやってるんですけどね、うん、この動力が結構大変なんですよね。で今回これちょっと嫌気性発酵ということで、まあ、乳酸菌とか結構嫌気性発酵だとすごい相性がいいんですけれども、まあ、かなり容器に密閉して発酵を待ちます。でこの発酵を待つ過程でこうだんだん飛行が和らいでいく、はい、で使えるような状態になるんですけれども、これがだいたい今の時期7月に作ると、まあ、2ヶ月程度と一応聞きました、はい、冬に作ると気温もおそらく半分ぐらいになるから、まあ、4ヶ月5ヶ月ぐらいかかるんですかね、おそらく、はい、そうですね、はい、うん、今後ろで、はい、友人の方がそうだというふうに、はい、まあ、見積もりが当たってありがとうございます、まあ、半年、はいかないぐらい冬に作ったら、かかると思います、はい、まあ、そんな感じですね、作っております。なんか気になることとかあります？いえ、今度は今年はこれを試してみて、うん、効果と作業性がどの程度変わるかをちょっとチャレンジしたいと思っております。なるほど、化学肥料か、はい、化成肥料も全然使い方によってはいいと思うんですけど、実はあれって飛行がちょっと強かったり入れすぎて焼けちゃったりとか、まあ、使い方が難しいと思うんですけど、まあ、こういうふうな、まあ、ぼかし肥、まあ、堆肥に近いものですよね、こう微生物発酵済んで、ちょっと飛行が和らいだものとかだと、まあ、肥料焼けとかもかなり少なくなるし、まあ、なんだろうな、これから始めてみたいよっていう方には特におすすめの資材だと思います。はい。ただこうプロ農家さんみたいにたくさんね単一にこうバーって果樹とか野菜とか植えてる方はもしかしたら相性悪いかもしれないんですけれども、例えば家庭菜園とかね、うん、やってる方とか非常にいいと思います。はい。はい、おすすめ度が高い。で、友人の方も、まあ、年間これだけしか使ってないということでね、あと元肥の牛糞堆肥かそういった、まあ堆肥しか使ってないということで、全然僕も確認するとすごい生き生きとした圃場なのでですね、すごい楽しみです。僕たちもこれ使っていいですか？はい、どうぞ。一緒に利用してください一緒に作ったんで、はい、じゃあ2ヶ月後っていうことで9月ぐらいからですね、はい、作っていくということですね。はい、ありがとうございます。で、まあ、発酵って結構好気性発酵と嫌気性発酵はあるんですけど、好気性の場合は酸素がその微生物たちのスターターになって発酵させていくじゃないですか、うん、はい、そういうのを切り返しとかする必要があるんですけど、これはもう切り返しせずに密閉、そうですね、密閉の状態で、光を遮断すると、はいはい、いうことですね。もうずっとこのままですね、はい、うん、
まあそうですね、そのくらいですかね。まあこの嫌気性発酵の方が初心者さんには作りやすいのかな、もしかしたら。あのね、こうガス化みたいな、好気性発酵の場合はガス化してなんか発酵がうまくならんいかんかったとかね、切り返し忘れてうまくいかんかったとか、急激に温度が上がって、びっくりしたとかもあるかもしれないですけれども、まあ、そういったものがない発酵なんで大丈夫かなと思います。作りやすいのかなと思いますけれども、楽しみですね。はい、楽しみです。はい、じゃあまた使うときに何かしらね動画作れたらいいと思いますけれども、はい、まず参考にしてください。よろしくお願いします。はい、父何かあります？今年の、今年の、抱負とかお礼声で、はい、マンゴーにちょっと使ってみようかなと思ってます。あ、試しながらね、はい、試しで。そしてこれ年間使ってどの程度の、あの実の肥大化ができるか、液肥だけやったら肥大化がちょっと難しいんですね、だから肥料不足かなっていう感じやけど、何かしらワンポイント加えたいなと思って、今度はこの、ぼかしにちょっとチャレンジします、はい、ということで、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。面白かったためになったよという方はぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。父もあの皆さんに登録よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで皆さんまた次の動画で会いましょう。バイバイ。